ベニリアは川崎近海汽船が運航していたフェリー。船名はローマ神話に登場する海の妖精の中から命名されている。東日本フェリーの室蘭港八の港の航路に就航し、その後2006年3月に同航路の撤退に伴い苫小牧港八の平港の航路に転属。同年11月に東日本フェリーが同航路から撤退したことに伴い、 共同運行相手の川崎近海汽船がリースを受ける形で引き続き道航路で運行を続けていたが、新造船シルバーブリーズ就航に伴い、2021年6月6日、朝便を持って引退。その後は函館港西埠島にて掲船されている。旅客設備は高齢者や身体障害者に配慮する形で出入り口に段差をなくす投し、 客室の構成は1等船室と2等船室の2クラスに加えドライバーズルームのみ。食堂は自動販売機によるオートレストランになっているほか、浴室自体も同航路の多船と比べて小さい。これら設備はすべてビリカンパ板ン上に集約されている。また、ランプを4つ備え2役の効率化が図られている。航路では苫小牧港を早朝に出港して、 八戸に午後到着。袋では、八戸港を夕刻に出港して、苫小牧に深夜到着のダイヤで組まれている。この時間帯は、貨物自動車の利用が主体であり、一般客の利用は極めて少ない。このため、接客施設の簡素化が図られている動線が、充当されていると考えられる。全長、線形は、本線の春工前年から八戸苫小牧間前に、 就航している、川崎近海機船所有のシルバークイーンに類似して、おり、順動系船とも言える。2011年3月11日、八戸港、フェリー岸壁に接岸中に、東北地方太平洋沖地震に遭遇した元船は、乗客は全員下船済みで、二役作業、給油作業及び船内清掃が行われていたが、作業を中止して15時0分に緊急離散。 沖合に避難して難を逃れた。シルバーフェリーで運航中の船舶4隻のうち、発歳児に接岸中であったのは本船のみであった。一方で、八の港旅客ターミナルは津波により1回、天井まで冠水する被害を受けた。八の港の防波堤なども損壊し、航路は運休となり、3月22日から青森港発着で臨時運航を開始。 7月10日に八の港行発着を再開した。ありがとうございます。